ニュースグ教えて渡辺さんはい今日の「教えて渡辺さん」は世界的なコストプッシュインフレとスタッフグレーションの恐れということについてお話をさせていただきたいと思います。世界的に現在コロナからのの回復が進んででいますその背後で 何が起きているのでしょうそしてアメリカでは11月にもテーパリングいわゆる量的緩和の縮小を開始し来年には利上げに向けて動き出すとしていますこれには大きな原因がありました実はコロナによって世界中の物流そして世界中の需要は一変しました みんなが家に引きこもる形になり、物の流通、物の利用量が一気に減少したわけです。これにより、石油価格やさまざまな物価が落ちていった、低下していったということになります。しかし、徐々に回復していく過程で、その歪みが非常に大きなものになりました。約1年半にわたり、 世界中の物の流れは大きく変化しました。コロナ前、そして一年半の間の物が動かない状態、そして回復期に入った現在、この間で世界の環境が一変してしまったわけです。現在、主要な資源核格、例えば石油、例えばアルミ、そして天然ガス、 このような主要な資源価格が約2倍近くまで上がってしまっています。生活の基礎物資が2倍近くに跳ね上がってしまっているわけです。さらに大混乱を大きくするものは世界的な船不足、船不足とコンテナ不足です。実はコロナ禍、船の運賃は 一気に低下しましたがこれが現在なんと最安値の10倍近くまで上がっている通常の状況に比べ約5倍近くまで上がってしまっているわけですつまりどこかの国で物を作ったとしてもその輸送に膨大なコストがかかってしまうという構造になっていますさらにこの物流混乱に拍車をかけたのは 極めて強引なカーボンニュートラルそしてグリーン投資でしたコロナ禍で石油の需要エネルギーの需要が低下している中でカーボンニュートラルの議論が進みましたそしてトランプ政権からバイデン政権に変わりグリーン中心のエネルギー革命などというものが世界中で歌われたわけです そして石油や石炭など化石燃料への投資を停止する動きが進みました。また中国も同様で石炭などの鉱山の廃山そして石炭火力発電所などの停止そして投資の停止というものが起きたわけです。しかし経済が回復するそして 悪天候により石炭の供給が減少したことによって中国は現在大停電に見舞われていますこれにより世界中の物の量が減少するということも起きています例えば電力を大量に使うアルミですが世界の供給の約半分が中国で精錬されています 中国での停電はアルミの総量を減少させることになってしまうわけです。さらに半導体不足や、そして6、7月のアセアンでのデルタ株の蔓延、そしてロックダウン、このような複数の要素によって世界中の物の生産量が減っている。そして物流コストも上がっている。このような状況の中で、 世界の経済は一気に元に戻ろうとしているわけです。日本でも人の流れ、そして物の流れが現在正常化されつつあります。コロナの感染者も減る中でみんなが普通の生活を取り戻そうとしている。つまり需要が一気に上昇してしまった。9月のアメリカの消費者物価指数は 5% 5%以以上上上のの昇となってておりすすででにアメリカでは5以上のインフレが発生しています当然日本でもこのようなインフレの動き連動して起きることになるわけです日本の場合スポットと呼ばれるその場で買うものよりも契約調達が多いがゆえにその価格の反映には時間差がありますが もうすでにガソリンの値段は6週連続で上昇しており2016年以降の高値をつけているという状況になっています景気が悪い中でいわゆる原価物の値段が上がるコストプッシュインフレが起きるこのような状況をスタッフグレーションと呼びますつまり悪性のインフレと景気の回復の 遅さこの2つが同時に世界を襲うことになっているわけですさらにこのインフレの理由には世界各国が量的緩和によって通貨を増刷したということにも影響を受けます世界の通貨量が増える中で物の量が減少すれば必然的にインフレが起きてしまうこのような状況であるがゆえに アメリカは11月12月のテーパリング量的緩和の縮小の開始を発表したわけですアメリカのドルの量全体が減ることによって逆に日本の円は円安に進みます円安に加え資源高と通貨安というダブルパンチを食らってしまう構造になっているのが 現在の日本と言えるでしょうこのような状況の中で日本も量的緩和に関ししててて限界が出てきてしまうアメリカの通貨に合わせて金利に合わせた動きをしない限り日本の円安が進む円安は物価高を招くコストプッシュインフレを招くという負の連鎖に入りかねない状況になっており日本も なななかなか金融政策が取りづらい状況になったとと言えると思いますただし現在アメリカでは来年度の大規模のな予算編成と来年半ばまでのテーパリングの継続を発表しており日本に関しても今回の解散・総選挙後の補正の組み替えそして来年度予算そして来年度の補正予算あたりまでは 比較的自由な金融政策が取れますこの間に徹底した予算処置を取ることが必要とされるでしょう。渡辺哲也でございました。